痛いの分かるんですけど、ね、まあ、それ見て可愛いなと思うんだけど勝負の世界にいるから、はい、そこはねしっかりしてもらいたいなっていうのが、はい、思いがあります、はい。まあ、多くの力士は逆にこう怪我を隠したり、痛くないふりをして、まあ、そういう力士もいてもいいと思うんですけどね。でも、はい、まあ、相手に失礼にならないように、はい、阿炎と熱海富士です。今場所優勝タケル富士は、記録ずくめの優勝になりました。阿炎は初日から5連勝で阿炎また優勝するかもと思わせるような相撲だったんですがそこからがなかなか波に乗れませんでした。そうですね、はい、やはりこう、ね、新しい力が下からね、来ましたのでね、まあ、そういう点では頑張りたい気持ちもあると思うんですけど、そうですね、タケル富士に対しても大野さんに対しても壁になれなかった阿炎です、うん、いや悔しいと思いますよ、うん。さあ、そして熱海富士です。熱海富士21歳、まだ優勝すればいつでも最年少優勝の可能性が残されている。まあ、今場所は霧島、貴景勝、それから朝乃山にも勝ちました。まあ、これまで勝てなかった力士に勝ったという場所になりました、うん。そうですね、相手も慣れてますからね、うん、うん、もう、まあ、こう巡業出たり、はい、うん、まあ、武富士何が良かったかって、まあ、新入幕じゃないですか、はい、しかも巡業なかったから2月は巡業がない、だ稽古ができない、うん、まあ、一般でいう練習が、はい、それがあんまり、ね、できないでいるし、部屋以外に行く必要もないでしょ、まあ、揃ってますからね、強い力士がいるから、はい、だからそういう点では、なるほど、タケル富士のデータは隠されたままだったんですね、うん。それはもうね、巡業でこうずっと見てる人もいるからね終わりですし、なんか見てずっと弱点探してたり、うん、やっぱりあと体でね当たりながらとかね、うん、それ観察されてるな、研究されてるなっていうのはやっぱり見られたら分かるんですよ、ね、うん。あと話しかけたり、こいつどういうやつだ、わざと話しかけて、話しかけたり、ね、性格とかいろんなことを調べて、うん、そうそうそう、もう全部が勝負の場だ、はあ、そういうのに長けている力士っていうのは若乃花さん時代だと相手の分析に長けている、分析は琴錦さん、あ、そうなんです、ね、もうでも小さい人はみんなそうですね、極道場所って、はい、もういろいろ寺尾さんとか前の方とかも、うん、はい、まあ、見てるんじゃないですか、上の方もみんな見てますよ、やって構えて性格でな、どういう性格かっていうのは相手がどういう攻め方するか分かるから、お、はい、そういう大事な情報をこう収集するのが巡業の場であったりするわけですね、うんうん。口で説明するっていうのはちょっとできないですよね、感覚なので、はいはい、これはだから師匠からの教えだから、あ、常に見とけ、ずっと見てる、まあ、そうして研究されて一旦跳ね返される中、またこうさらにそれを跳ね返して、そう、ね、跳ね返される前にもう跳ね上がっちゃった、うん、竹富士はそうですね、はい、はい、熱海富士の場合は一旦、まあ、先場所は6勝9敗負け越しました。ただ今場所巻き返して勝ち越しを決めています、うん、そうで、また竹富士多分この の準備はどうなんですかね、出れるかな、あ、そうですね、足のことがありますから、そうなんですよね、これでまた秘密に隠されたままだと、まあ秘密あ、まあ、そういうのも面白いというかね、あれですけどね、はい、だからね、部屋にも他の力士も出稽古に来るでしょうし、でもね、上に上がってきてやっぱりねちょっと違うのでね、うん、最初から大関呼ぶなんか当たるのと場所とでは違うので、はい、まあ、それには稽古が必要だし、うん、実際にこう稽古をして相手のことをよく知ることも必要、そうですね、竹富士自身にも必要になって、下の力士も上の力士が何考えてるのかなとか、どういうことするのかなとか、それも勉強になりますからね、はい。軍配返って阿炎と熱海富士です。過去は熱海富士が2戦2勝です。先場所を押し出して勝っています。熱海富士が踏み込む、突っ張る阿炎だ、熱海富士も阿炎止めません、押し出しました、阿炎が勝ちました。踏み込みは熱海富士でしたが、それから回転のいい突っ張り阿炎、状態がね、やっぱ
熱海富士上がっちゃってるんですよ、うん、これ今場所ずっと、あ、なるほど、うん、まあ勝ち越してるんですけど、うんうん、前は頭つけて丸く低く相撲を取っていたのが、ね、まあ、今これからスロー見れると思うんですけど、はい、ね、これ状態が上がっちゃってるんですよ、うん、これね、これあんまり状態上がって、このアビの突っ張りをかいくぐるのも正直うまくないので、うん、あの防戦一方になってしまったっていう相撲なんですよね、はあ、うん、まあ、そういう防ぐこと、まあ、あとはやはり熱海富士は丸く体をね、うん、あの生かした低く相撲を取るのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね、はい、その方がこう怪我もしづらくなるんですよね、うん、怖いですからね怪我が一番。阿炎は9勝6敗、熱海富士は8勝7敗です。熱海富士東の2枚目で8勝7敗です。三賞がすでに発表されています。武尊富士が殊勲賞、敢闘賞、技能賞、三賞総なめとなりました。そして大の里が敢闘賞、技能賞受賞。まだ曲げの言えない大の里の姿が東の花道の奥に見えています。さあ土俵上、朝乃山。